そんな僕らが、そうなんです、仲間内と先輩後輩からこんな一言言われました、うん、こちらです。次のページご覧ください。ご覧ください。こちら、タイムマシン3号みたいな芸人だけはなりたくない。なんでこれ、ね、中山の言葉ですよ。なんかやらかし僕ら世代にはね、分かる、今ね、大きく2つのリアクションが分かれました。そうです。女性チーム、なんで、うん、分かんない、すごい成績なのに。男性チーム、確かに、いや、来た甲斐があるってもんですよ、うん、本当そうです。タイムマシン3号にだけですからね、うん、芸人いろいろ嫌なやつもいますよ、うん、ネタパクるやつ、うん、財布パクるやつ、うん、中には自転車パクるやつもいますけど、人間としてダメなやつもいるけど、ただタイムマシンだけにはなりたくない。なんで一番嫌だ。でもそれはみんなは分かるってこと。分かりますよ。後輩からでも分かる。いや、まあ、言いにくいよな。言っちゃいなよ。今日はこういう場ですから。言っちゃえよ。どう思いました。本当に万人受けするネタというか、もう受けも1位なんですよ、本当に。ただやっぱり、うん、あの袖の視聴率が、うん、とても低い。どういうこと。袖視聴率大事だもんな。あるね、袖視聴率っていうのは。今日は実にいい生徒が多 い。だから芸人が袖に集まると、なんかその芸人受けする芸人っていう。そうなんです。なんだろう、なんつうんだろうね、それってなんかかっこいいじゃないですか、うん、まあ、なんか芸人が好きな、あ、じゃあお客さんには受けてるけど、はい、こっから見てる芸人の身内の芸人からは全く受けないってことです。ズバリそういう話なんです、我々が、ね、なぜ我々がそういうことになってしまったのか、うんうん、というのは、まあ、次のページご覧いただきたいと思います。芸風がこういうことなんです。そうですね。客にこびすぎる。これ、はい、ダサいな。いよいよ動き始めました。はいはいはい、これは今回も全てこれをさらけ出すつもりで僕らはちょっとここにやってきました。今日は。そうなんです、ね、まあ、とにかくお客さんにね、こびてやってきたのでね。そうですね。まあ、面白いネタを作るよりも、うん、どうお客さんに嫌われないか、どうこびるか、こうやってきてしまった我々なんです。僕らに関してはボケると突っ込むじゃなくて、こびるとへつらうっていう。新スタイルだな。悪口をどうぞ。どうも。もう慣れっこです我々。よろしくお願いします。面白いな。はい、というわけで我々どういう先生かと言いますと、うん、我々は、客に媚びすぎて芸人から嫌われちゃった先生。すごい。どうぞ皆さん。すごい授業だな。心の中指を立ててください。我々に向けてください。うん、数々の華麗な経歴を持ちながらも。お客さんに媚びすぎて芸人仲間から嫌われちゃったタイムマシン3号先生。でも一体なぜ嫌われちゃったの？若手芸人の皆さん必見です。第1章なので、はい、次のページをめくっていただきたいと思います。媚びるマシン3号、これが客に媚びる漫才師だ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイムマシンという名前を捨てました我々も。もういません。こびるマシンでよろしくお願いいたしたいと思います。というわけで、こびるネタをするようになったですね、うん、原因ですね、うん、それが、次のページでございます、はいはいはい、観客のお客さんが投げたボールの数が点数になるということで、うん、面白いも一回置いといて、やっぱり嫌われない方にはボールが入ります、うん、そうすると得点が上がってオンエアを勝ち取ることができるというシステムですね、うん、そういうことですね、はいはいはい、審査員がお客さんですから、うん、それファミリー層に受ければこの得点が入るという。じゃあネタがどうこうよりもお客さんがなんかいいな、好きだなって思われる方を、1個のボールを1人1個持ってて、はい、うん、まあ良かったかなぐらいでこう流すから、うん、その大爆笑じゃなくてもいいわけですよ、まあ、そうですね、長く好印象の方でなっちゃったってこと、うん、ちょっと尖ってたりしたら入んないんですよ。そうなんですよ。なんか分かりづらいなとかなると入んないから、そういうことでございます。さあ、そしてですね、この番組だったらですね 100% 確実に勝てる法則を見つけました、うん、次のページです。はい、面白いよりお客さんに嫌われない、はい、すごい、まあ、これが大事ですね。この発想すごいよ。いや、すごいですね、うんうん、これだから考えてみてください。これ選挙と一緒なんですね、これね。そうです。なるほど、はい、ボールが1票です。はい、はお客様は有権者です、うん。そういう気持ちでやってたんですね。先ほどのチャンピオンベルト、タスキです、はい、当選しましたよ。そのつもりでやっております。我々はそういう気持ちじゃないとダメです、うんうん、右側にはその当時のネタ見せ後の反省点というのがありますけど、うんうん、まあ、お客様へのお辞儀が浅かった最後のありがとうございました。いきなりネタじゃないじゃないですか。もうそうね、だからもう星野リゾートみたいな反省点なんです我々最高のもてなしをする上で、星野リゾートどうすれば続いてもらえるか、どれぐらいですか、どんぐらいでやってたんですか。じゃないですか。
いい加減にしろ。どうもありがとうございました。でこのまま安定になります。そうですね。はい、えおじいさん、おじいさんじゃねえよ。はいはいはい。やだ、なんかミュージカルの舞台みたい。うん、でも本当に今ちょっと素敵って思いました。自然に拍手が出た。転がしちゃうすぐ。俺らだってね、すぐ挨拶したらすぐ吐けますよね。そうそうですね。でもやっぱ今のね女性は特に好感度上がるね。なんかネタも見てないのにお辞儀だけで今拍手しちゃったもん。だって逆にそのなんかこういうあのコンテストみたいなあるじゃないですか、グランプリとかそういうのでありがとうございます。だって揃わないで一人だけ浅くて出てっちゃう人とかいるじゃないですか。そういうのとか見たらなんで挨拶ちゃんとしないんだろうって思いません？見てんだね。一視聴者として芸人さん以外は多分思うと思います。なんかやっぱ気持ちいいですもんね。やっぱシャッてなったら気持ちいい。芸人ってのはそのなんかお辞儀をあまりしないでスーって帰ってくるのがかっこいい。かっこいいね。受けそうですね。受けだけ取ってで笑いを見せてるわけですか。別に挨拶を見せるわけじゃないじゃないですか。だとオンバトにはやっぱ出れません。受けずに礼儀をしっかりと。言われるとオンバト総合キロバトル何キロバトルでしたっけ。400キロバトル2万です。どうもすごい。うちの相方は挨拶せずゆっくり帰ってくるだけです。ダメ。それもねやっぱダメなんです。それもねちょっと書きましたけども、汗をもっと書いて頑張ってるアピールをしないといけない。汗ゆっくりとってのはあんま良くないです。生意気とかじゃなくてあの子大丈夫かなってなっちゃ う、ね、お客さんが心配しちゃうんでこうやられるとね。はいはいはい。だからやっぱ頑張ってる子が好きなので、うん、グレーの T シャツを着てネタ終わりで汗じみが出てて、あの子たち頑張ってるねとか、それって計算でいくんですか。計算ですよ。いやないんだよ。でも知らないわけですか。その時はその時は汗すごいビチョビチョでこうやってますから、どうですかそれは。騙されちゃう。いやでしょ。そうそう、ね、だからそれ知らないわけですから。それはそうです、そうです、はい、ってことは当然この袖からのマイクまでのデモ一緒にこう走っていくって感じですか。もちろんです、はいはい、全部計算されてます、うん、全てが媚びのためにです。走って、全ては媚びのために。媚びのためにこうやって走っていくんじゃなくて、はい、見えたって分かった時に一回こうよしこういうの走ってくる。よし行くぞ、うん、意気込みを袖から出す。やってるわ。あそこからもうついてきてるもんね。そうです、カメラがね。そうですね、後ろのこのカメラなんですよね。そのアピールは大事です。そうそうそう、後ろ姿見てた。そうですね、出てくるとやって。ちょっとここから袖だとしますよね、うん、ここから袖で、はい、まずここからもカメラ抜かれてますからもう、うん、自己紹介されてる時に、うん、タイムマシーン3号じゃあ何連勝なるかみたいな時にはこう一応こう頑張りますよっていう。ここから入ってるんだ。こんなことやんない。やんない、この時点で、はい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 、で、でんてんてんてんみたいなこと言ったらこう出てって、はい、客見るの分かって、よし頑張れてた。これが可愛い。すげー、これです。こういうことなんですよ。これが大事なん。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。